誰を狙うんですか、そのレンズで。リク君です。推しが怪我なく活躍してくれればいいなって思います。選手はね、ソータ君ね、 おじさんのファン。一軍よりも2週間早く開幕を迎えたファームの本拠地タマスタ筑後には、試合の4時間以上前から熱心なファンの姿がありました。2軍といえども競争抜きには語れません。ここにいる選手から1人でも多くの選手を1軍の舞台に送り出す、この目標に変わりはありません。小久保2軍監督の期待にまず応えたのが新外国人選手アストゥディーヨ。3回同点の場面で満塁ホームラン。試合の主導権を握るアーチを放つと、4点リードの5回にはワンアウト2塁1塁のチャンスでタイムリー。オープン戦で結果を残せず2軍調整となった男が復調の兆しを見せました。6回にはランナー1人を置いて、オープン戦で連日の活躍を見せた河村がこの一振り。中日を突き放すツーランホームラン。支配下登録へ一歩一歩近づいていることを印象付けました。一方ピッチャーは7回から登板した新加入の古川が2イニングを投げ、ヒット1本に抑える好投を見せると、最後は海野が締めゲームセット。去年に続きファーム開幕戦を白星で飾りました。